アックマン釣り機構へようこそ。ということで、今回の小島漁港はあいにくの土砂降りっていう感じになってしまったんですけど、まあ雨降ってるとプレッシャーが低いせいか、いい感じのベラ手に入りましたね。19センチぐらいっていうとこですかね。ちょうど僕が指を広げた時の長さがそんな感じなので、まあ19センチぐらいあるのかなって感じですかね。あと浮き釣りで初めてのサヨリ釣りました。ということで、今回はこんな感じで終了しようかななんて思います。他にもいっぱい釣れたんですけど、雨でちょっと撮影ができなかったって感じですかね。